皆さんこんにちは、池谷幸雄です。皆さんは日常どんな時に平和を感じるでしょうか。僕は子供たちが楽しく元気に、そして一生懸命体操を頑張る姿を見る時です。子供たちの未来のためにも核兵器は絶対に廃絶すべきです。2013年11月2日3日4日第5回核兵器廃絶地球市民集会長崎、応援しています。参加登録もよろしくお願いします。